1939年にドイツで録音、発売されたリリー・マルレーンのレコード、リリー・マルレーンは第二次世界大戦中に流行したドイツの歌謡曲。1915年にロシアへの出征を前にドイツの詩人、ハンス・ライプがベルリンのある兵営の英文に保証に立った時に創作した詩集、ダスリート・アイネス・ジュンゲン・ゾワルドットン・アウフ・デ・アバクトに、 収録されていた詩を原点として、第二次世界大戦直前の1938年に作曲家、ノルベルト・シュルツェが曲をつけた。歌手のララ・アンデルセンの1939年2月に録音したレコードが有名になった。1939年に発売した当初、アンデルセンのレコードは60枚しか売れなかったと言われている。 しかし、販売店に山積みになっていた売れ残りのレコードから、店員が、ドイツ軍の前線異文用レコード200枚の中に2枚、紛れ込ませた。それが1941年の秋に初めて流され、それ以後も放送で繰り返しかけられて、人気を得た。第二次世界大戦下の一時期、21時57分に、ベオグラードのドイツ軍放送局から流れた、この歌に、 多くのドイツ兵が戦場で耳を傾けて、故郷を懐かしみ、涙を流したと言われている。また、ドイツ兵のみならず、イギリス兵の間にも流行したため、北アフリカ戦線のイギリス軍司令部は同放送を聞くことを禁じた。アンデルセンも疑門で人気者になったが、長くは続かなかった。1942年夏。 アンデルセンと親しい関係にあったロルフリーバーマンがユダヤ人であったことが当局に知られてアンデルセンは歌手活動が禁止されアンデルセンの録音したレコードの原版は廃棄される事態となるリリー・マルレーンの歌と曲自体はヨーゼフ・ゲッペルス宣伝賞の指示により別バージョンが作られた女性歌手によって歌われることが多い日本ではベルリン出身のハリウッド女優 マレエネディートリヒの持ち歌として知られている。第二次世界大戦当時、ナチス政権下のドイツを離れ、アメリカの市民権を得ていたディートリヒは、進んで連合軍兵士を慰問し、この歌を歌った。そのため、ドイツでのディートリヒは、敵側の人間とみなされ、戦後も不人気であった。歌詞の内容は、戦場の兵士が故郷の恋人への思いを歌ったものである。 1974年のテレビドラマ、ベラウチ・カンタロウ一家第18話のラストで、ベラウチ・平と、相馬美代子が日本語歌詞でデュエットしている。と、娘の静江が演じるエンディングでは、海外のコーラス版がサントラとして使われている1975年に、発表した二人の歌手、あずさみちよと加藤時子が、特に有名な日本語曲の歌い手といえる。 同年12月31日の第26回 NHK 紅白歌合戦では、詩の歌唱で披露されている。日本語歌詞は、詩が歌った、片桐和子による訳詞の方がドイツ語歌詞に近い。加藤が歌ったものは、加藤本人による日本語詞であり、ドイツ語歌詞とは異なる詞になっている。同年、他に、あわやのりこもおたりなつの日本語詞で歌い、 シングルが発売されている。その後も、スータの歌手によりカバーされており、近年も途絶えることなく、歌い継がれている。珍しい例では、2008年のテレビアニメ、ストライクウィッチーズの挿入歌として、鈴木孝明の役し女王かなり三つぐの編曲の、リリー・マルレーン、ストライクウィッチーズバージョンというアレンジカバー曲があり、劇中のキャラクターであるミーナ・ディートリン・デビルケとして、 声優の田中理恵が歌った。メガドライブ版アドバンスド大戦略のエンディングに本曲が使用されているが、これについてはクレームが入っている。ありがとうございます。